マウリア朝、クシャーナ朝の時代です。じゃあこのマウリア朝っていう王朝ができるんですけど、それまでのインド24の話に、24番目の話に入る前に、それまでのインドの話をしましょう。それはちっちゃい国が分かれている、都市国家や小国分立の段階ですね。で、このちっちゃい国々が一つになろうと、王朝を作ろうっていうには一つ理由があるわけですね。それは団結とはどういう時に、起こるかというと、団結はピンチの時によく起こりますよね。団結して、何かね、この時を頑張ろうじゃないか、頑張ろう日本みたいな、そういうのはやはりピンチになった時に団結が生まれるわけですね。これは何かというと、インダス川のところまで、ある人物が征服活動を行ったことで、おやばいじゃん、インド攻められるよっていうような感じになるわけですね。このインドの付近まで、インダス川流域まで征服して来た人、ね、遠くからやってきた、あいつがやってきた、それはアレクサンドロスの東方遠征ですね。はい、2話の人がちょっと顔を出すわけですが、アレクサンドロスっていう人がどん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 こう来て、おやばいんじゃんっていうようなことになるわけで、団結して、守ろうよっていうようになるわけだ。はい、これがこのインダス川まで、到達し、統一に向かうということですね。で、統一、王朝が生まれるということです。はい、じゃあ、マウリア朝と書いていますので、最初の統一王朝の話をしましょう。まずは、マウリア朝という王朝です。インド初の統一王朝であることが特徴ですね。はい、都はパータリプトラというところです。さあ、じゃあマウリア朝ね、ちょっと書いてみましょう。ありますかね。はい、インドのこのこういう形がありますよね。このインドがあったら、このエリア相当大きい王朝であることが分かりますね。インダス川とガ
ガンジス川をその国の中に取り込んでいます。で、都はパータリプトラとい う都市が都になっていますが、ちょっと切れてしまいましたか、パータリプトラです。はい、この王朝を建てたのは誰だというと、王朝の始めた人がですね、チャンドラグプタという人です。チャンドラグプタさんは何人か出てきますので、間違えないようにしてください。チャンドラグプタ王が建国ですね。はい。で、前回お話しした、マガダ国、ちっちゃい国の一つであるマガダ国のナンダ朝という最後まで抵抗したんですけれども、これを倒して建国をしたということです。はい、そして有名な王様がアショーカ王だ。アショーカ王、はい、このアショーカさんが前世紀のマウリヤ朝を築きます。南端を除く、ほら見て、南端を除く全インドを統一します。はい。そして、このアショウカ王さんは仏教の教えを、国に取り込んでですね、ダルマですね、これは何というか仏教のルール、起きてルールっていう感じですね、に基づく政治をやると。アショーカ王さんは仏教のルールに基づいた政治をやるんだ、その仏教のルールとはこういうものなんだっていうことで、各地にその磨いた崖に火、崖を削って、文字が書けるようにして、それにこう崖に文字をね、岩盤に、岩に文字を彫り付けて、このような政治を行いますよっていうようなことを人々に知らしめたということですね。さあ、そしたらじゃあ続けていきましょう。これはアショーカ王がやったことの続きです。上の方に書きますよ。アショーカ王さんがやったこと続きます。はい、第3回の仏典結集ですね。はい、聖書なんかもそうなんですけど、キリスト教の聖書なんかもそうなんですが、別にこの宗教を起こした人っていうのは、宗教を作りたいと思って起こしたわけじゃなくて、その人の行いを後の人が
ああこれ素晴らしいなって思って宗教にしていくわけですよね。そうすると今までその人が行ってきた、イエスさんが行ったことやブッダさんが行ったことなどはいろんな人がこうメモ書きとか書き留めていて解釈とかもバラバラになってしまうのでたまに集めて編集し直すという作業が必要です。これが例えば新約聖書とかになるんですがそういうようなその仏教の仏典ですね、お経や ブッダの行いなどを集めて、こう整理をしたっていうのがやったことです。やはりこれはアショーカ王さんは仏教の王様であるってことがよくわかりますね。そしてアショーカ王さんね、海外へ、布教ですね。海外というとこちらになりますね。インドの東南に南東ですねに浮かぶ島であるスリランカ、このスリランカへ、仏教を伝えようということで、スリランカに布教をしました。アショーカ王さんはね、このマガイヒだけではなくて石の柱に、いろいろこう掘り付けたり像を置いたりする、これは何でしょうかね、獅子でしょうかね、ライオンのこう石柱碑っていうのも建てています。このマガイヒや石柱碑っていうのもよくテストなんかに出てくるので、注意をするといいんじゃないかなと思います。資料集に書いて、あります。さあ、そしたらですね、次の王朝に行きたいと思いますので、地図をもう一回、仕立てたいと思います。さあ、地図を新しく書き直しました。続いての王朝はマウリヤ朝に続く王朝ですね。こちらの方も消しときましょう。マウリヤ朝の次の時代にあたる王朝を朝あるいはサータバーハナ朝、これがマウリヤ朝の次の王朝に当たります。さあ、じゃあ一つずつ行ってみましょう。クシャーナ朝です。まずはね、都はプルシャプラと言います。これは書いておいた方がいいですね。プルシャプラ、さあ、このクシャーナ朝の最大の特徴はその場所です。さあ、クシャーナ朝いきますよ。この辺までは降りてきますね。こんな感じでしょうか。略図でいいので、ぜひ、書いてほしいなと思います。
あれと、おインドの王朝にしては随分上だなっていうふうに思いますよね。その通り、クシャーナ朝はインドの王朝にしてはかなり北寄りに位置する王朝です。でですね、一番重要なのがですね、こういうことですね。どういうことかというと、どんどん言ってみましょう。このクシャーナ朝の最盛期の王様をカニシカ王と言います。はい、そうすると、このクシャーナ朝ね、都も書いておきましょうね。ちょっと前後しますが、すいません。この辺がフルシャプラ、はい。このクシャーナ朝、特徴は何かというと、ずいぶん上の方、北寄りに位置するということが分かりますね。北寄りにあるということは、こっちに、例えば、そうですね、中国の五漢王朝が東にはあって、こちらにはローマ帝国があるわけですよね。例えば中国とヨーロッパ世界を結ぶ道の途中、言ってみればこのシルクロードって道がありますよね。東西のその交流の道です。で、シルクロードですね。そのこのシルクロードの、何種類か道があるんですけど、その一本がこのクシャーナ朝の中をドカーンと通っていて、このプルシャプラ周辺を、貫いていると考えればいいんじゃないかなと思います。さあ、これを聞くとね、もう分かると思います。このプルシャプラ中心のこういう地域のことを何地方かというと、この地方のことをガンダーラと言います。プルシャプラ地方、プラシャプラを含むこの地域のことをガンダーラという。なので、このガンダーラ地方は、には、ガンダーラ美術というものが生み出されるわけですね。ギリシア文化、ローマなんですけど、ローマの文化はギリシャの強い影響を受けていますので、ギリシャ風だと思ってください。ギリシャ文化の影響を受けた、例えば手近に博物館、国立博物館やなんとか博物館があって、ガンダーラの仏像なんかがよく展示されていますが、このガンダーラ美術の、ガンダーラの仏像を見ると、やっぱりわかります。それは、仏像なのに、顔が外国人っぽい、ヨーロッパ人っぽいっていうことが、非常にこう、特徴的ですね。見ればね、割と分かりますので、ネットで聞くなり、博物館に行くなりして、見てみてください。ギリシャ文化の影響を受けた。しかしながら、このカニシカ王は仏教を深く信仰していましたので、仏教を美術ですよっていうことですね。で、この時代に、カニシカ王の時代に、仏教のもう一つの流れの
大乗仏教っていうものが、できます。大乗仏教の発達、ナーガールジュナっていう人が、理論付けた仏教ですが、ですね、その特徴的なものは、菩薩信仰というものが特徴的だ。大乗ですので、大きな乗り物ですね、ということ。という意味だ。その、どういうことかというとですね、さんは悟りを開きなさいっていうわけだね。悟りのためには修行をしなさい、苦行ではなくて修行だよって、心の修行をしなさいって言ったわけだ。じゃあみんな修行をしなくちゃ救われないのか、出家をして、修行をしないとみんな救われないのかっていうわけだ。例えば、私が救われるためには私が悟りを開くしかないのか、あなたが救われるためにはあなたが悟りを開くしかないのかっていうふうになりますよね。修行しないと、でも私には仕事があったりね、あなたにもやることはあるだろうし、それはなかなか悟りを開く修行はできないですよね。しかしこの大乗仏教、ナーガールジュナさんは、こういうわけですよね。いや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 、ね、修行をしなくても、出家しなくても、我々は在家のまま悟りを開けますよと、出家をしなくても、個人個人が修行しなくても救われますよ。言ってしまえば、全員が悟りを開くというか、その、救われるんですよって、仏様は、なぜかというと、例えば苦しみがありますよね。人の苦しみとか悩みとか欲、その人の欲っていうものは、例えば私だけ悟りを開いて欲を捨てても、あの人が欲望に満ちていたら、ダメでしょと。この人の欲をが、だから私だけではなくて世の中の人にいろんな欲があると、その欲を仏様は全員ほどほどに満たすこと、全員を仏様が救ってくださるんであれば、全体の社会全体の欲が減らせるんじゃないのということですね。悟りを開くために個々が努力しなくても、仏様は全員を救うために存在しているよと、全員が一様に救われるんであれば社会全体の欲は少なくなりますよねっていうことだ。そのように、人々の苦しみを
全体として救ってくださるっていうのがその菩薩信仰だ。こういうような考え方は例えば中国や日本などに広く伝わって、個人の救済より万人の救済っていうふうに、目指され方が変わってね、例えば日本の仏教、奈良仏教などのね、国家と結びついた仏教などになってきます。そうするとですね、じゃあもう一つ言っときましょうか。ちなみにですね、それまでの仏教、ブッダが唱えた個人個人が悟りを開かなければならないよっていう、あなたが救われるんだったらあなたが自身が修行しないといけないよっていう、そういうタイプの仏教ですね。それまでの仏教は清浄仏教、清浄ってちっちゃいっていうのは良くない言葉であるので、現在では上座部仏教と言われるんですけども、上座部仏教、これはタイやミャンマーなどの東南アジアに伝わるタイやミャンマーなどですね、だからお坊さんが多い国ですね、タイやミャンマーなどはね、この人たちは基本的にはその上座部仏教のために個人の悟りを開くために修行をしているというような感じです。じゃあですね、もう一つここにサータバーハナ朝っていう王朝の名前を書いていますので、そのお話をしたいと思います。今まで、私が説明してきたこのクシャーナ朝ですが、場所が北に位置してますよね。北に位置しているってことは、このインドの真ん中辺に空きスペースができるってことですよね。この空きスペースにボンと飛び込んでくるのが、こんな感じでしょうか、形としては。これがちょっと長ったらしいんですけど、サータバーハナ朝です。サータバーハナ朝、はい、クシャーナ朝が北に位置しているために真ん中や南側が空く、この空きスペースに建国された王朝がサータバーハナ朝ですよって、いうことです。さあ、じゃあこのサータバーハナ朝は何がいいって、場所がいいね。このインドっていうのは、先ほどもあった例えばこのローマ帝国からこうやってくる、陸を通って、交流があるが、海からの交流もまたあるんだ。クシャーナ朝と同時代ですので、こちらにはローマがあり、こちらには五感がありますよね。で、五感も、五感とこのベトナムのオケオと
がこういうような感じですね。後でテストとかによく出てくるんですが、サータバーハナチョはこの位置関係をうまく生かし、ローマとの海の海上交易ですね、海上交易、そして五感ベトナム、それぞれ海の上を、船でね、交易をしていくというような、非常にこの位置関係的にその儲かりやすい位置にあるわけですね。はい、まとめると中南部のインドに成立した王朝ですよと。そして、ローマ帝国や、ベトナムですね、これはベトナムやカンボジアに起こったフナンという国なんですが、それを経由してインドという土地柄を生かし、ね、こちらから海でやってきて、海で出ていき、海から出ていく、海上交易で、繁栄をしましたよっていうことを、押さえておくといいんじゃないかなと思います。今回は、マウリヤ朝という、まず起こった大きな王朝、そして、北側にできたクシャーナ朝と、その空いたスペースに成立したサータバーハナ朝という王朝、3つの王朝について勉強しました。次はまた別の王朝が出てきますのでお楽しみに。